い、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語助動詞丸二をお送りします。で、前回れる、そしてられるだねをやったんですが、今回の主役はここです。せる、させるです。これが主役になる。で、問題がポイントに1問、ここに2問、そして最後4番は活用の表ですね。これを完成させる問題となっております。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば、今からね、全部問題解いていきますので、見てもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、ポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、実は、最後の表を見てもらえると、れるられるもいるんです。で、これね、なんでれるられる、せるさせると、順番でやったかっていうと、ここすごく似てます、こいつら。そう、似てるんで一緒に覚えてしまうといい。で、せる、させる、今回の主役ね、こっちの方が簡単です。なぜなら意味が1個しかないから。れる、られるって4つあったからね、意味がね。で、まずそのせる、させるなんですけど、これ特にね、させるの方がすごくイメージしやすくって、もしこれを日本語で使おうと思ったら、誰かに何かをさせるって言い方をするじゃん。だから他のものに何かをさせるって意味がある。もうそのまんまだよね。で、そのね、他のものに何かをさせるっていうの、言葉が決まってるんです。で、それを、ちょっと狭かったの、これ。使うに、役割の役で、使役って言います、これで。使役ね。で、あと、動詞の未然形に接続する。これ、同じです。れる、られると。いいかな？なので、その動詞の意味だけが違うんですが、残りの動詞の未然形に接続するとか、その辺は同じなので、まあ一緒に覚えてもらえるといいかなと思います。で、今回、せる、させる、探す問題2問しかないです、ここ。2番、3番。ちょっとやっていきましょう。で、2番が、カバンを下ろさせると。まあ下ろしなさいっていうことだよね。で、カバンを下ろさせる。で、これが、せるなのか、させるなのか。これも前回と同じです。もともと、おろすだよね。で、それにないをつけてみる。そうすると、おろさないなんだよ。おろさない。だから、おろさまでが動詞で、それにせるがくっついてるんだと。いうふうに考えてください。で、次なんです。次が問題で、それについて見せるか聞かせるか迷っている。まあ、何のことかわかんないですけど、まあ、見せようか聞かせようかどうしようかなってことなんだよ。で、これよく見ると、あれって、セルが2個ある。あ、両方か。ピッって引くとこれ×くらいます。実はこれ1個しかないんです。で、どこかっていうと、こっちだけなんです。この見せるのセル、これは助動詞のセルではありません。そう、これね、よく引っ掛けで出てくるんですけど、例えば、見せるって何かにさせてるイメージもあるんだよね。俺のところ刺激じゃんっていう風に思われるかもしれないんですが、ここでぜひ1個覚えてほしいことがあります。で、これは、れる、そしてられる、ここでも使えるあとルールなので一緒に覚えてほしいんですけど、実は動詞、前ね、結構前にやった動詞です。で、動詞には5段活用、上1段活用、下1段活用、で、あと作業変革活用、家業変革活用と、活用が5種類あります。で、その中で、いくよ。ここ入ってるかな？ちょっと待って。上一段、あ、入ってるね。上一段、下一段、そして、家業変革です。もう、可変って書きますけど、この三つの動詞、こういう活用する動詞ね。上一、下一、可変です。これに関しては、させるがつきます、実は。で、これは、れる、られるでも使えるって言いましたけど、させるとか、られる、つまり3文字の方ね、がつくんです。で、ちょっと書く場所ないんで、申し訳ないんですが、5段活用、残りの、それと、作業変革。この2つは、せるとれるがつきます。はい、これ前回ね、あえて取り上げなかったんですが、こっちで取り上げようと思ってたんでね。これもぜひね、覚えておいてください。で、なんでじゃあそれがね、ここに戻るかっていうと、これ、もともと、見るっていう単語だね。まあ、それにセルがくっついたのかなって気もするんですけど。で、見るって活用させると、見ないでないを取ると、見でしょ。つまり、見、まみむめもの上から2番目なんで、上一段活用なの。見るって。だから、もし、それに、セルさせるをくっつけたいんだったら、上一だから、
させるをつけなきゃいけない。だから正しく刺激の意味を込めさせたいんだったら見させる、これが正解になります。だから見せるは刺激ではないの。いいかな、まあ、こんな感じでぜひね覚えておいてください。これも基本的にはさっきやったこっちでねやったようにないよつけてで取ってここがついてるって判断するといいんですけどね。いいかな、まあ見せるはよく出てくるね、引っ掛けとして。で最後活用いきましょう。で活用ね、めんどくさいって感じもするんですが、実はねこれセル、まあレルでもいいんですけど、2文字のやつを1個覚えてください。で一応終始と命令はもう書いてあるんですけど、これまず覚えます。でちょっと書いちゃうね先にね。でセルに関しては生成セルセレセロセヨですね。生成セルセルセレセロセヨですね。まあ、これが活用なんです。もうこのまま覚えちゃってもいいんですけど、こうやって活用して使います。だからセルっていう言葉がありますけど、助動詞それがセだけで使うこともいっぱいある。いくつの文章の中でね。だから探すときにセだけを引かなきゃいけないときもあるんだけど、でなんでこれを一個覚えると楽かっていうと、セルを覚えたじゃん。そしたらあとさつけるだけです。これ元々がセルにさつけてるだけなんで、だからセでしょ、だからさせなんだよ。でここもさせで、セルにさつけてるからさせるでしょ。でセルにさつけるから同じくさせるで、セレだからさせれで、セロにさをつけてさせろ、セヨにさをつけてさせよっていう風になります。いいかな。でつけるだけなので、こっちも同じで、なんでねこれ覚えるかっていうと、さしすせって4番目じゃん。それに4番目4番目、まあるがついてるがついてれがついてるでしょ。でれるは同じで、ラリルレってレが4番目なの。だからレレ同じ感じ、レレレルレルでレがついてるから、ここレレです。ちょっと違和感あると思うけどね、レレでレロレオです、まあ、同じリズムだね全部で。多分ねお察しの通りですね、最後に関してはラがくっつくだけです。それにもともとがラくっついてるだけだからね。だからラレラレ、ラレル、ラレル、ラレレ、ラレロ、ラレよという感じになります。ラレレって超違和感抜けますね。いいかな？まあ、こんな感じで活用の表ができますので、ぜひ覚えておいてください。で、ちなみにプチ情報なんですけど、レル、ラレルって4つの意味があったじゃないですか。で、そのうちの可能、自発、尊敬、この3つです。これに関しては、ごめん、命令形はありません。ね、いい、これも覚えておいてください。このレルラレルに関しては、可能自発尊敬の意味で使うときは、命令形はないよっていう、まあ、プチ情報でいいです、これに関しては。いいかな、まあ、こんな感じでやっていきましょう。では、今回は、中学国語、助動詞丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだまだ続きます。助動詞ね。で、次違うのまた取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。